鹿島戦の試合を振り返ってみましょう。スタート。おお、まだ5000人制限のね。はい、今日もそうです。第7節アウェーでの鹿島アントラーズ戦です。ちっちゃい子たちもね、来てくれてますけどね。まあ、天気はこの時はね、天気は空が悪かった。よしれば200試合、もう日本8年。すげえな。うまいんだ。うまい選手。いい顔してんの。しかもいい選手ですね。いい顔しかしてないけど、本当いい選手だよな。信頼抜群。はい、まあ本日のスタメンということでね、どうですかね、メンバー、このあたりは。そうね、まあ正直いけるかなと思ったな。もっといけるかなと思ったな。まあ遠藤くんはね、やっぱいい選手だったな。素晴らしいね。あとはエベラウド選手は、まあストライカーなのにね、あのポジションでっていう感じだったんで、まあ、やられちゃったけど。で、うちです。森がね、1試合休んで、満を持してきて、結構点も取ったね。そうですね。まあ、ここでタマとウッチーが。ウッチーが初先発？タマも？そうですね。ウッチーは J1 初ですね。で、ケンスケとディエゴということで、この並び。まあ、レアンドロは契約上の理由で鹿島戦は出られないと。なるほど。はい。はい、これ開始、2分。2分になるとこですね。まあ、背がぐっとね、これいい突破だね。いい張りだったですよね。これね、健介ここで、これね、もう少しね、きっと多分ゴールの近いところでボールが落ちるだろうなと思って入りすぎちゃったっていうところですけど、まずこれが背が鹿島戦、非常になんかね、過去もいいアシストしたりとかゴールしたりしてて、結果ね、この最初のところで取りきれなかったっていうのがね、後々にね、響くという。本当そうよね。ああ、ここね。こういうね。あ、これか。これ、まあそうか。シュートのところで取られて、あ、そうだね。展開されて、これですよ。まあ線は一生懸命戻ってるんですけど。そうだね。ああ、でも動き方うまい。今の見ました。そうね。でもうちょい揃えられたな、人は。まあ鹿島としたら、なんていうか劣勢の中からね、この先制で、ほら一回消えて、わー、いやー、確かにヘディングとクロスはうまいね。剛のところに一回背後から消えて、背後に出てきたところ、剛がそこについていって、その空いたところに入ってきたって感じですね。そうね。まあ、キックも良いな、これ。いやいいよ。すごいよ。でも、1本ですよ、多分これ、あの前半で。最初のシュートっぽかったもん。で、今、41分。コースが当たったし、バーですね。41分。で、これか。ただ、ちょっと嫌な流れで、こうやってセットプレーも含めて。これが、町田選手ですね。で、その後ですよ。あそこから出てって、はあ、まあゾーンで守ってる相手だったので、あそこのデザインされたセットプレーだったかもしれないね、ここ蹴るよっていう。まだ滞空時間のやっぱ長いな。長いし、ボールもいいスピード。まあでも簡単じゃないと思うけどね。いや、難しいですよ、ね、で、その続けざまかわりと、はい、まあ、アディショナルタイムです、前半の、これは強いわ。うわーって言ってますよ。あんなキーパーの前で触ることってそんな中ないですね。すごいよね。なんで全然ファールでもなんでもないですね。キーパー一回背負っちゃって、まあ、この前にね、少しアクシデントでホンスンテ選手 の、 そのちょっと頭がね、あの首もちょっと痛めるシーンなんかもあったんですけど、影響があったの。まあゾーンの相手に対してあのスピードのボールが入ってることが結構要因かもね、成功の。上からこうストーンってね、落ちるボールね。これ後半、はい、ここ後半47分です。48分になるところ、まあ横に揺さぶられ、
これはレオシルバのフィニッシュですね。あ、違うか。うん、ごちゃごちゃ起きたやつ。あ、これだ、遠藤のフィニッシュ、うんうん。やっぱ立ち上がりあの絵を作られてるっていうのは確かにちょっと後ろにね、うん、重たかったのかなと思うね、うん、人数いるけど結果まあ自己的なところもあったけど、まあ、この選手ですよ。まあ土井翔がね、いい選手だな、いい選手だあ、これでこのシーンが74分。ああ、これか、失点のシーンか。こっちでね、なんか、うん、ここでそうだね。ああ、まあでも結構2人で完結しちゃってるっていうのはすごいね。空間も利用して2人だけで取り切ってるもんね。これはクロスもそうですけどシュート難易度高いですよ。まあトータルで言うとこんだけ組んだらやられるわけないよなっていうような感じがこの失点につながっちゃった可能性あるよね、うん、これでやられないでしょって。でも最終的に2人で終わらされちゃってるからね。なんであそこにリョウヤなのかなと思ったんですけど、その前にあれですね、レオシルバのところとかに あの強しが行ってたりとか、ちょっとやっぱねずれてるんですね。いやー、うまい、シュートすごいな。でまあこういうシーンにも結構出てきたよね、その後やり合いっていうか、はい、81分、うん、これね、今日オーバーヘッド一回やりたかったですって言ってたもんな。言ってたんだよな、ちょうど。まあでもこれも思うようなトラップの場所で置けなかったからこそこれに行き着いたっていう、うん、まあね、自分のちょっとミスではないですけど、それをまあこういう形に持っていくってやっぱすごいな。すげえよ。これが84分のシーンですね、うん、あ、これもあれだ、これ危なかったね、これすごいよ。これまずディエゴにあの体でまずバコンってこうぶつかって勝ってすごい、ね、あのアイディアですよ、すごいよな、まあ、この切り返しもねしっかりその後もちらっと見てすげえな、これね、まあ、流すの読んだっていうところとかね、うんうん、すごいわ。これが95分もうアディショナルタイム、うちのいいシーンねえじゃん。確かに。どうした？ないですね、全然ねえか。終わっちゃったよこれ、終わっちゃうか。あ、でもこういう試合展開だったっていうことっすね、最初のところで。いや、そうだよ、こんなのこれ見た人からしてみたらもう一方的なね試合って感じですよね。はい、あ、なるほどね。あ、次頑張ろうね、自分たちのシーンが多く出るようなね、本当だよ、試合にしたいですね、うん。